遅刻する食パン少女をイメージした飛び出し坊やの看板遅刻する食パン少女は少女漫画の定番とされる場面の一つ。学生の少女が朝、食パンを加えたまま通学を急ぎ、衝突した少年と恋に落ちるというもの。食パンダッシュ、トースト娘、トースト加えて、遅刻遅刻、パン加え、ダッシュとも呼ばれる。大筋は次の通りである。 主人公である中高生の少女が朝、学校に遅刻しそうになり、朝食をとるまも惜しんで食パンを口に加えて、家を飛び出す。大慌てで、いっけなーい、遅刻遅刻。と、登校路を走っていると、曲がり角で一人の少年に衝突する。二人は互いに悪口を言ったり、謝ったりする。少女が、学校に到着すると、その少年が、少女の学級に、転校生として現れ。 たまたま空いていたという理由で、主人公の隣の席に座ることになる。少女は、先の衝突のこともあって、当初は少年に悪感情を抱く。しかし、右翼曲折の末に、二人はやがて恋に落ちる。1990年に、愛原浩二と竹熊健太郎による、猿でも描ける漫画教室の第9話で、少女漫画における典型的な出会いの場面として、 概要の通りの場面が描かれている。2010年に行われたグーランキング古い少女漫画であるあると思ってしまうシチュエーションランキングのアンケート集計結果でもこの場面は古い少女漫画の定番として第3位にランキングしている。1960年代以降の新旧少女漫画やサブカルチャーに造形の深い歌詞研究家の福田理科は2012年の 次女、ゴロツキはいつも食卓を襲うにおいて少女漫画に多い場面としてこの大筋を紹介し実在の漫画ではなく何も見ずに自分の記憶のみに頼って書いたと述べている。日本国外でもバズフィードによる2013年の記事で日本国外から見て日本のアニメに多く見られる場面の一つとして挙げられている。しかし福田理香やフリーの著作家であるタコワカコ イラストレーターのハイオクラによる報告によれば、この場面は、古い少女漫画ではほとんど使用例が確認できない、ことが指摘されている。2005年のタコー過去のエキサイトニュースでの記事によれば、タコーは、少女漫画85作品を対象として、調査したところ、遅刻、遅刻と口にしていた漫画は、長田町ストロベリーなど、わずか5作品であり、主人公が恋の相手が、 転校生である漫画も、イルカちゃんよろしくなど4作品に過ぎず、食パン、遅刻、衝突、恋の要素をすべて満たす作品は皆無であった。ハイオクが他校のこの記事を受けて追加調査したところによれば、漫画雑誌、リボンを1970年から1985年まですべて読破した経験から、そのような漫画は存在せず、定番の場面とは言えないと断定している。 先日のグーランキングでも実際には古い少女漫画ではほとんど使用例が確認できないことが指摘されている。福田理科の2012年の雑誌ケトルのパンや特集号での記事および先日の同年の辞書、コロツキはいつも食卓を襲うでの発表によれば福田は1960年から1970年代のラブコメディ系の少女漫画、さらには 少女小説や当時のラブコメディ系の少年漫画を調査した結果、投稿路を走る、人と衝突する、転校生と恋に落ちるといった別々の場面ならあるものの、概要に述べたような筋書きに該当する作品は存在せず、周辺の漫画以降かに確認しても、これといった作品が存在しなかったという。福田がこの場面の初出として認めている作品が、先日のサルマン 第9話である。ただしこの回は少女漫画を描くためとして、その類例をパロディ化して紹介する話である。つまり、元祖より先にパロディが登場することになる。彗星者、バナナの川はなぜ滑るのか、においてもサルマンを最初にこの場面に焦点を当てた作品として推定している。はい、奥がサルマンについて、 竹熊健太郎にメールで質問したところ、竹熊からは直接的な転居はなく、いくつかの事例を複合した竹熊が中学生の頃には、これが一種のパターンという認識は一般にあったとの回答が得られている。一方で、テレビアニメでは、新世紀エヴァンゲリオンの最終回において、同作の主要人物である碇真嗣と綾波霊による同様の場面が登場した。 福田は社会的に大きな反響を呼んだ同アニメにおいて人気キャラクターである綾波玲が食パン少女として描かれたことにより遅刻する食パン少女が定番として完璧に世間に定着されたとみている。また福田はこれを誰の記憶かも定かではない実態を持たない経験が一種の集団的記憶として共有されているものとも示唆している。その後の2015年に デザイナーの宝刀、ヒロシのツイッターで、この場面の発祥の調査が行われた。その中では、ハリスの旋風に、学校に遅刻しそうになり、おにぎりを加えて、家を飛び出す場面、富士三太郎に、食パンを加えて、家を飛び出す場面があることが指摘された。また、先日の廃屋は、1960年代後半から1970年代の、 漫画については数千冊単位で目を通した結果、食パンを加えての場面は確認できないものの、1970年代の少女漫画、つらいぜ。ぼくちゃんに学生の少女が朝、学校に遅刻しそうになり、少年に衝突する場面があると指摘した。編集者のシンボ長も1.2の三四郎に同様の場面があることをツイッターで報告した。このように、 別々に存在する遅刻思想になり、食パンを加えて家を飛び出す場面と遅刻思想になり、通学路を走っていて曲がり角で少年に衝突する場面がいつしか混同され、その世間的なイメージを猿漫画、少女漫画と結びつけて具現化し、それを否定する人など存在せず、否定するほどの材料もないため、遅刻する食パン少女が 少女漫画のありきたりな描写として浸透し、それが、後々まで続いているといった考察もある。食パンには5枚切り、6枚切り、8枚切りなどがあるが、薄くて、口に加えやすい8枚切りがあるために、食パンを加えての場面がある、との意見もある。なお、冒頭、広ロのツイッターでは2015年に、1962年のサザエさんで、 磯の若カがパンを口に加えて家を飛び出す場面があるとの情報が寄せられ、食パンを加えて家を飛び出す場面自体はこれが最古のものと見られている。2010年代以降においてはあまりにも定番すぎるために逆手に取り逆の題材として用いられることもある。2017年のテレビアニメちびまるコちゃん第1096話でも 食パンを加えて学校まで走れば少女漫画のように運命的な出会いがあるかと少女漫画の定番の場面として取り上げられている。日本国外でも遅刻する食パン少女の場面は浸透しており、日本の漫画やアニメが人気を博すロシアで日本のアニメを見て育った女性の一人がこの場面が印象に残ったあまりに日本での日常茶飯事と思っていた旨を発言している。また、 食パンを口に加えて走る場面に限って言えば、トーストに関する様々な情報を発信するトースト総合研究所の調査によれば、それを実践したことのある人は4.2%、それを目撃したことがある人も6.4%もおり、日本人の約1割が漫画のみならず、現実にこの場面を経験したことが報告されている。ネットリサーチ会社のディムスドライブよる、 調査結果でも遅刻しそうになってパンを加えて家を出たことがある人は10.1%それをやってみたいという人は11.4%との回答が得られている2011年には京都聖火大学のデザイン学部ビジュアルデザイン学科グラフィックコースの授業の一環として食パンダッシュの活動が展開された同大学2年生 女子4人によるグループであり、遅刻する食パン少女を、食パン少女山田ちゃんという名のメインキャラクターとし、パンを通じて消費者と生産者とのコミュニケーションを図るべく、ツイッターでの発信や、フリーペーパーの発行を行っている。山田ちゃんは設定上、毎日、食パンダッシュで投稿し、やはり、曲がり角で彼氏に衝突するのが、憧れとされている。 ツイッターは山田ちゃんのモデルとされるグループの一員である実在の人物が投稿しており活動開始時点の2011年ですでにフォロワーが1200人を超えるほどの人気を見せた2014年にはゲーム開発会社のハップにより本件を題材としたスマートフォンタブレット端末向けの無料ゲームアプリトースト少女が開発されインターネット上で話題になった ハップの開発者によれば、夜遅くまでゲーム内容を考えており、翌朝に遅刻しそうになり、トーストを加えて駅まで走っていたところ、ショーウィンドウに映った自分の姿を見て、このゲーム内容をひらめいたという。実際に遊んだユーザーからは、音楽の品質の高さ、シンプルながら、細部にこだわった面白さを称賛する声が寄せられており、翌2015年3月までに20万ダウンロードを、 記録した。2017年には、茹であずき缶詰を主力製品の一つとする、イムラヤグループと、四季島製パンのブランドであるパスコの公式ツイッターにおいて、この漫画の場面をもじったツイートが投稿された。食パンを加えた少女ならぬ、パスコの食パンそのものが道を走り、イムラヤの茹であずき缶詰と衝突して、恋ではなく、アンバタートーストが生まれるというもので、 この炎とした雰囲気がインターネット上で話題となった。この四季島製パンは翌2018年には読売新聞全国版に全面広告としてライトノベル、ジャックキャラと崎くんの登場人物である少女、七海みなみが学生姿でパンを加えて走るイラストをパンだって走らなくちゃのコピーと共に掲載した。この広告は掲載直後からツイッターなどの SNS で広く拡散され、読売新聞のツイッター分析、読み、バズによると、2日間でリツイートを含めて2,985件のツイート数を計測し、推定リーチ人数は419万人に達した。読売新聞社マーケティング部販売促進グループによれば、この広告制作時に学生の少女が食パンを加えて走る場面は漫画における定番。 王道であり、広告の案として、この場面が最も輝いて見えたという。同2018年の第35回読売広告大賞では、この広告が優秀賞を受賞した。衝突した少年と恋に落ちるではなく、食パンを加えて走る場面のみだが、2015年には、スマートフォン向けゲーム、激突、ブレイク学園のプロモーション動画、 春の遅刻防止キャンペーン食パン少女祭りでも、食パンを加えて走る少女のアニメが公開された。プレスリリースでは、遅刻する女子高生にはパンを加えて家を飛び出すイメージがあると述べられている。漫画やアニメの演出である、食パンを加えて走る場面を実写で再現する、試みた者も,もいる。2009年、北海道札幌市の街頭演劇集団、札幌ハプニングが、 害のないいたずらを集団で遂行することを題材とした活動の一環として食パンダッシュを企画した。同年4月16日朝、学生や社会人30人以上の有志が集い、実際に食パンを加えたままで学校や職場に急いだ。周囲の通勤客たちは驚いたり注視したりといった反応が得られており、インターネット上では素敵。 面白そうといった感想が寄せられた。2010年には大阪府の雑誌月刊シミュレーションの編集長である前田祐希が同志の表紙の撮影を担当する写真家の木原千尋と共に朝の街中の風景を題材として2010年に企画した写真展食パン少女が大阪府アメリカ村のギャラリーギガンティアルームで開催された。 ニュースサイトでは話題になったが、実際に見た人の反応は案外薄かったという。前田裕樹はその理由を、実写では魅力が希薄になるため、または食べ物を口にしながら走る姿は品がないためと分析している。何からのオマージュ、パロディに見えるがそうでもないストーリー類型としてなろう。K における悪役令状があり、乙女ゲームの主人公の仇役に転生してしまう。 パターンだが、実際の乙女ゲームのキャラクターから来ているわけではない。ありがとうございます。